はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、ダイハツのタントエグゼをちょっとね、いじってたんですけども。おい、ケンちゃんお疲れ。今日ケンちゃん、なんか整備士さんみたいなことやってんね。本当おかしいっす。おかしいっす。整備士さんみたいだね、今日ね。今日ケンちゃんやってたのは、これ、じゃーん。バラしてんな。だいぶな。だいぶな。これ何やってたかっていうと、なんだっけ、ラジエーターの方かな。ラジエーター。あとウォーターポンプの方かな。そう。なんかすげえ整備してるみたいだな、こうやって見たら。ちょっと、あんまり。ん？あ、なんだ、あんまり映すな。雑だから。雑だから。さっき文句言ってたよな。そういえばよ。あめ、なんだっけ、あのつなぎこ来てこのやついっからよつってこれ。作業服来てこねえ。作業服な、来てこのやついっからよってこれ。オッケーちゃん後ろ。んこれ。あいだ。なあ、ケンちゃんな、作業服着てこねえから俺やるようになっちゃったよ。あ、はいどうも。はい、ふみやまさん。はい、どうも、こんにちは。作業着着てないふみやまさんです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ケンちゃんさっきぐじぐじ言ってたもんね。言ってましたね、なんかね。あってく、作業着てこねえからよ。担当じゃないから、今日は担当じゃないんで。ね、ケンちゃん着々とこれやってくれておりましたね。すごいよね、ケンちゃんも早いね、本当に。ウォーターポンプの交換と、ね、今回はポンプの他にもね、ラジエーターのコアまで交換だったけどさ、ね、うん、このダイハツ系は弱いんだな、これな、距離乗ってくっと。もともとついてた方のラジエーターがひどいのよ、これこれな、もうクラスとまあぶち抜けてて、ほら、うん、跡が残ってんのね、これエギ漏れしてんの。ダイハツ系のやつは、まあ、このタントエグゼも15万キロぐらい乗ってたの、うん、距離乗ってたから、うん、だからまあしょうがねえんだけど、水回り弱いからこのエンジンな。ケンちゃん整備でございます。この KF エンジン15万キロ乗ってるダイハツのタントエグゼだったんだけど、これね、ピースの、レンタカー台車にする予定だったんですよ。ピースのね、台車レンタカーの予定のタントエグゼですね。ちゃんと整備しとかねえとな、レンタカーいいね、ケンちゃんね。ケンジ、そういえばよ、整備士持ってんだもんな。国家整備士ですね。国家整備士持ってんだって、ケンジな。整備士じゃないって言うからね、そしてね。ケンジ、何でおめえよ、整備士取ったの。何で取ったの、うん、思い返してみろ、20年前。なんで整備士取ったの。あ、ダメ、やっぱ合わねえ。聞いてこめ、なんで整備士取ったの、あの時。いや、トラックの運転手やるって親に言ったら、一応免許取れって言われて、で整備学校行って取った。そっから大型免許取って。免許取れってどういうことよ、免許取れって。だからトラック運転手だと大型免許しか使わないじゃん。でも他にその仕事をこう変えるときに、まあ、お前車好きだから免許取っとけ、国家資格を。ああ、そういうことな。あ、本当はトラックのドライバーやりで買ったんだけど、でもまあ弱っちゃうから、とりあえず整備士の免許も取っといたな。ああ、予備として。予備として。もう最高じゃねえか、お前。ピースには最高の存在じゃねえか、おめえ。整備士だべ、大型乗るっぺ。搬送部隊最高だべ。最近だからよ、岩手県行ってみたり山形県行ってみたりの、本当あっちこっちは飛んであるってもんな。うちのキャリアカーでな。最高だな。じゃあな、あの、ね、整備もできるしトラックも乗れるね。ケンちゃん最高ですね。もう本業が何だか分かんないでもおめえさ、なんだっけ、磨きコーティング、また今週末とかだってお客さんのやつ受けてんだべ。そう、受けてる。磨きコーティング今週末、来週とか再来週とか、もうなんかベンツのでっけえやつ、でっけえ、何なの、ベンツの G クラスとか。いや、G じゃない、なんか変なワゴンタイプのやつも、なんか、磨きコーティング頼まれたの。ガラスコーティング。ガラスコーティング。すげえな、忙しいな、おめえな。忙しい中にもピースに来てこうやってやってきんだな。ありがとうございます。いや、全然。いつも助かっております。喜んで。すいません。今日もな、午前中忙しくて、おめえな。午後から来てないのに、これちょこちょこやってくっちゃうんだけど、ね、本当にありがとうございます。助かってます。でもまあ、じゃあ引き続きどうぞ。はい、これ終わるまでケンちゃん帰れねえからな。ね、帰れねえ。頑張ってください。頑張ります。はい。まあ、じゃあよろしくお願いします。はい、あ、文山さんすみません、はい、ケンちゃんがね、今ねやってくれておりました。ケンちゃんね、正社員じゃなくていいのかな、でもな、うん、ケンジ社長だから。あ、そうなんだね、一人親方だ、一人親方だ、うん、個人なんだもんね。そう
個人事業主です。SSK だもんな。SSK ね。そうだよ。SSK。SSK。宮城県じゃ本当は SSK。SSK。スーパー佐藤健一。スーパー？スーパーなんだ。健一ちょっとほら頭変わってっから。どこら辺がスーパーなのかなって。いやもう、まあ、健一だもんスーパーですよ。瀬戸際にいるから。天才とバカなの瀬戸際。ほんま 0.01 たまにこう、おめえすげえなーって言われた時はおめえほんとバカだなーって言われた時は瀬戸際にね。ふみえもんさんが好きな 0.01 ミリ、ね、いや、ふみえもんさんここで喋ってるとケンジ仕事進まねえから、あっち行きまし、じゃあケンちゃんお願いします。お願いします。瀬戸際に行くからケンジな。瀬戸際に行くからケンジは。まあ一応こんな感じで、あーなんだ、ふみえさん今日はね、売り物の車でも何でもなかったんですけども、ピースのレンタカーの整備でした。で、ね、ちゃんとさ、このレンタカーとかね、台車も整備しておかないとね、お客さんに貸し出しするのにさ、これじゃダメですからね。ダメですよ、ダメですよね。あとね、そういえば、あ、ふみえさん、あと、今ほら、今のは、はい、ピースのほら、うん、自分とこの仕事だったんですけども、ね、先日ご制約いただいてた車ね、今日は制約オンパレードだったんだね、そういえばね。うん、本当ありがたいことにね、いろんな車制約いただいておりました。うん、で今日ね、これあうち あの滋賀工場長が、うん、タイミングベルトの交換とか、サーモスタット、はい、あと、うん、ブレーキのね、うん、オーバーホールまでやってもらって、うん、で今回車検の方も通してきて、うん、EK ワゴンね、うん、そうこれ、まあ、こんな感じのね仕上げております。でもいろんな車ね、4月に登録今ね、やってたんですよね、この辺のデイズなんかもそうですね、いろんなのやっておりました。もう登録が追いつかないぐらいなんじゃない、うん、そうね、整備道登録道そんだけ売れてんだからないと。いろんなのがありまして、何台制約になりましたかね。十何台ありますね。一気に十何台、一気に1週間10日の中で売れてんね、うん、十何台ご制約ね、本当1日1台以上のペースになってたかな、うん、1日1台以上売れてます皆さん。ね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ね、本当面白い、ね、いろんな車がご制約いただいておりました、ね、これだね、あの笑っちゃった、あのね、そう、視聴者さん笑っちゃいました、あの衝動買いしちゃったってやつね、そう、そう見に来て、あの、ね、お客さんは本当はね、このスペーシャー買うんじゃなくて見に来たんだって、うん、見に来たんだけど買ってっちゃったの。これだって60万段ぐらいしたんじゃなかったっけ、うん、高かったですよ、ね、値段は結構してる車だったんで、結構してるのに衝動買い、衝動買いでした ね、初代スペーシャーカスタムすごい、はい、こちらね、このスペーシャーカスタムも YouTube を見てくださってた視聴者の方でね、本当にね、この YouTube 見てくださってでね、すごいね、ピース本当に来店いただいてね、うん、車の制約だったりとか買い取り以来、うん、本当にいろいろいただいてましたね。ふみもさんも一視聴者としてね、どんどん売れていくのがそれでね、うん、面白くてね、ねえ、ふみもさんね、やっぱり見ちゃうもんね、音声音声っていつもね来てくるけどさ、すべてご制約になっちゃうっていう ね、あの YouTube ですごいよね、動画を撮る、あとほら、うん、今後さ、うん、買取店の話とかさ、俺もふみもさんにもしてたけどさ、うん、あのまあいろいろまた話はちょっとずつちょっとずつ進めてたんで、うん、はい、それもまた今からもっとまあなんだ内容深いところまでしっかりと今度考えていきますんでね、まあ、買取店必ずやりたいと思ってますんでね、ふみもさんも協力します、買取店ね、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、この動画見てる人ふみもさんうちに来んじゃねえと思うんじゃない、わかんないよ、あのディーラーだってあと10年できっかどうかわかんないからね、年なんでおっさんがあのね還暦までやるかって言ったら多分できないな、なので、まあ、とりあえず今回ね、まあとりあえず今回は、ね、あのふみもさんがうちに来るっていうあれじゃなかったけども、じゃないんだけども、うん、でも、またあの人材の方はね、うん、まあ、いい感じでお話し進めさせてもらってる方いらっしゃったんでね、それもまた、うん、おいおいね、紹介させてもらおうかと思いますね、はい、まあいろいろ車の買い取り販売頑張っていきますんでね、うん、はい、じゃあまだふみもさんまだ時間というか遊びに来て、はい、来ますね、今日はでもつなぎ来てなかったからね、あ、作業着じゃなかったからね、今日はね、そんなね作業着じゃないんで、また今度はまたあの作業着来てもらって、はい、はい、ま, ね、またよろしくお願い、助っ人整備士ふみもさんでまたお願いいたします。じゃあとりあえずね、車のこと何かありましたらご相談よろしくお願いします、はい、バイバイピース。